ハインリヒ系健康の肖像、ハインリヒ4世は、アルベルティン系のザクセンハインリヒ系健康の呼び名で知られる。アルベルティン系ザクセンの支配領域は、実質的に、埋戦編脅迫領,領であったため、埋戦編脅迫として、ハインリヒ5世と数えられることも多い。ザクセンアルブレヒト3世とその妻で、ボヘミア王。 イジーの娘であるズデンカの間の次男として生まれた。1500年に父が死ぬと兄ゲオルクがその後を継ぎ、ハインリヒは父が晩年に獲得したフリースラントの領主となった。しかしフリース人たちはザクセンコ一族による統治に激しく抵抗し、ハインリヒはフリース人との揉め事に疲れて1505年にフリースラントの支配権を兄に譲渡した。 代わりに、ハインリヒは、兄から年金とザクセン領内のフライベルク及び、ボルケンシュタインの二都市を与えられた。1517年に、マルティン・ルターが、ドイツで、宗教改革を始めると、ハインリヒは、その数年後にルター派に改修した。一方、兄・レオルクとその息子たちは、敬虔なカトリック信徒の、ままであった。 1539年2月までに兄の二人の息子が亡くなると1499年に定められた広告の継承規定に従ってハインリヒがアルベルティン系ザクセン広告の相続人となった。プロテスタント神道後継者にしたくないゲオルクは何とかしてハインリヒを排除し広告を神聖ローマ皇帝カール五世の弟のローマをフェルディナントに譲ろうとしたが 1539年4月に、廃着手続きが終わらないまま亡くなったため、ハインリヒが後を継いだ。公爵位を継いだ時はすでに66歳になっていた。ハインリヒの治世は2年と短かったが、広告の体制宗教をルター派教会に変更した。1512年に、メクレンブルク公マグムス2世の娘カタリーナと結婚し、マニ6人の子女を設けた。 ヒカタリーナツうメクレンブルク。ありがとうございます。